いらっしゃい、どうぞ。買うつもり全然なくて、でも引っ越しはしたかったんですよね。なんか買うっていう選択肢もあるんじゃないみたいに言ってもらって、今よりは広くなるから家具とか雑貨選ぶのも多分今より全然楽しいだろうし、意外と無理がないなみたいなのも分かり、このリノベ済みのお家を、買うことにしました。自分がどう過ごしたいかっていうことを考えながらくつろぐためのこう空間作れてるっていうのが良かったなって思います。こちらがキッチンです。カモメ食堂を見たのがきっかけで北欧の食器とか雑貨とか知って、いろいろ雑誌とか見て、わーいいなーみたいな、で検索してたら北欧暮らしの道具店見つけてみたいな感じだったんですけど、最初に買い物したのがこのアルメダールスのキッチンタオルで、濡れたて拭いてそこに干しとけばすぐ乾くし、結果10年くらい使っててめちゃめちゃ使いました。買う勇気が最初なかなか湧かなくて、この中で一番最初に買ったのどれだったかな、ティーマだったかな、この白のプレートとかだと思うんですけど、本当に使い勝手が良くて、本当普通の料理とかでもシンプルな器に盛り付けるだけでこんな美味しそうに見えるんだなとか思って、でなんかこういうの好きだなって思って、このブラックパラティッシュちょっと買ってみたりとか、ちょっとずつ集まりました。ディグディグのブレッドボックスでおやつ、おつまみ、当たり目とか入れてます。廊下にキッチンがあるみたいな狭い家にずっと住んでたので、一つの調理器具でなるべく何役もしてもらえそうなものを選んでましたかね。多分もう7年くらい愛用してます。味噌汁ももう一回蓋して冷蔵庫に入れてそのまんま出して温めるだけっていうのがめっちゃ便利だったので、すごいよく使ってますね。鉄のフライパンで焼くとやっぱすっごい美味しいので、味全然違うからちょっと焼きたいみたいな時に便利ですね。エンボス加工みたいな凸凹の加工をしてくれてるらしくって、なんかあんまりこびりつかないんですよね、卵焼きやってる時とかも。だから結構初心者には向いてるかもしれない。すごいすっぽり収まるこのサイズ感とか、もう本当にお茶でもオレンジジュースでもお水でもビールでもなんか入れた時にすごい素敵な感じがするなとか、ここまでシンプルなのって本当なかなか実はなくって、グラスの中でも。キャシェットのバスケットはガムテープとかカッターとかを入れてて、梱包して発送するとかがリモートワークで増えたので、
こっちがリビングです。ここの家具屋さんで働いてた友達がいて、その子に一緒に行ってもらって目黒通りで家具買おうとか言って、このテレフォンベンチめちゃめちゃ勧められたんですよ。ここにテレビとか置けばいいんだよ、なんか雑貨とか並べても可愛いじゃんとか言われて、一人でゆっくりできる時間作りたいなと思って、なんかちょっとゆったりめに座れるものにしました。なるべく小ぶりで、今の家だけじゃなくて次の家とかちょっと広い家に住んだ時にも活躍してくれそうな家具っていうのを、はい、選んできました。これめちゃめちゃ良かったです。もう大事に大事に、寝る前にここで読んだり布団まで持ってってゆっくり読んだりしました。ちょっとやっぱすぼまってるから、なんかこうまとまりが良くなるというか、ほんと何でも行けやすいですね。人それぞれ暮らしの中でハードルを感じることってあると思うんですけど、自分にとっては家の中に花を飾るっていうのが結構ハードルに感じていて、記事を書くときとかその特集の企画考えるときにも、私は分かんなかったなとか、それ知らなかったなっていうのをなるべくごまかさないようにしてて、知らないとか分かんないって恥ずかしいから、なんか知ってたことにしたくなっちゃうんですけど、暮らしの中って本当分からないことばっかりだと思うんですね。分からないことだらけの中で、あ、それならやってみたいとか、あ、それできそう、私の家でもやりたいって思うことを、なんかなるべく大事にしているというか、本当に普通の一生活者なので、他の家事もやりながら仕事もやりながら、でも美味しいなって思えるご飯作れたらいいかなみたいな気持ちがあって、すごく手軽に美味しくできるといいなとか、全部知ってる食材だけど新鮮な発見があったりとか、取材させていただいたレシピは自分でもよく作ってます。なるべくずっと使えるものがいいと思ってたんですよ。コロナとかって生活ってずっと一緒じゃないよなっていうのがすごい実感として思うようになって、自分も大事に使って次の人も大事に使ってくれるものとかだったら、なんか自分が一生使わなくても別にいいかなって最近は思えるようになってきて、自分が持ち主じゃなくなった後も誰かにきっと引き継げるかなみたいなのもあって、はい、なんかコーヒー1日1杯か2杯くらいしか、なんか胃が弱くて、大体お湯入れてますね。